こんにちは、クーペンの岩崎です。今日はですね、美容室の、メニューの中で実際にどれが一番痛むのか、そちらをちょっとコメントしていきたいなと思って動画を用意しました。正直何をしても痛みます。パーマでもブリーチでもカラーでも、やっぱ髪の毛に薬剤をつけるってことなんで、どれでも痛むのは痛みます。まあ何もしないっていうのが正直一番痛みはないかと思うんですが、そういうわけにはいかないので、自分の髪の状態を見ながら、どの施術が合うのか、これぐらいだったらできるんではないかっていうところの判断をつける基準として動画を上げていきたいなと思って作ってみましたので、ぜひ見ていってください。見た目が傷んでる状態なのか、中身が傷んでるのかって大きく違うと思ってるんですけど、正直見た目で傷むのってブリーチだと思うんです。ただ内部組織までがっつり傷んでしまうのは縮毛矯正なんですよ。本当で言うと第一に挙げるとしたら縮毛矯正になります。縮毛矯正の際はアイロンでしっかり言えば癖を伸ばして熱を入れてしまいます。そうすることによってですね、やはりダメージが内部の方まで進みますし、熱ダメージによってタンパク質が焼け焦げてしまったりとか、そういったことが起きてしまいます。ですので第一位は縮毛矯正になります。縮毛する際は自分がどういったことを今までやってきたかっていうのを美容師さんと話しながら施術をすることも大事になります。二つ目に痛み物としてはブリーチになります。ブリーチはですね、中の組織をしっかりもまあ取るのと一緒に色を取るような形になりますので、そのおかげで色の入りは良くなります。ですがやはりですね、中の組織がなくなってくると髪も脆くなりますし、まあ、髪が硬い人とかはそれで柔らかくなったりとか扱いしやすくなったりすることはありますけど、あくまでダメージをしてるっていうところなので、色抜けるのが早いので、金銭的にもそうだしダメージの部分でもそうですが、結構大変なところになってくるのがブリーチモードとなっております。最後、カラーが一番やっぱダメージは少なく施術ができるかと思います。ですがカラーの中でもですね、やはり様々あります。その中でダメージが少ないものとかを取り扱ってるサロンさんとか、市販のものであればやはりどんな髪にでも染まるようにってなるだけ作ってあるので、強いお薬を混ぜ合わせて作るっていう形になりますので、ダメージが気になる方はぜひ美容室で染めることをお勧めします。最近よくインスタ等の投稿で見かけることなんですけど、痛まないストレートパーマ、痛まない縮毛矯正あります、痛まないカラーやってます、ダメージレスのカラーやってますとか言われるかと思いますが、絶対にダメージがない施術はありえないと思ってください。簡単にできますよっていうのは絶対釣られてはいけません。そういった投稿を上げてるっていうのは僕はあんまりお勧めしません。これ最後ちょっとチェックポイントだったんで注意してほしいなと思って僕はお伝えしました。コメント等インスタ、TikTok、YouTube のコメントから、いただければいろんな動画を配信していきたいと思いますので、ぜひコメントもお待ちしております。インスタでは、僕がやってる美髪矯正、のメニューとかも載せてますので、ぜひチェックしてみてください。はい、それでは明日の美髪に、バイバイ。